高です。バファローズ対ファイターズ、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の東、ファイターズの先発は右の鈴木、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の東マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは磯畑。磯畑よ。第9、ストレートはボール。投げました。ボール。第3球を投げた。アウトローの直球はボール。次が4球目、投げた。ここはフォアボールになります。アズマストレートのフォアボールを与えます。バッターは2番松本。第9、投げた。初球バント、ファーストを掴んだ。太田取ってアウト。ランナー2塁に進みました。バファローズ先制のピンチを迎えます。万波中正。第9、投げた。ストライク。いきなり153キロ。第2球、またも空振り。追い込んでから投げた。打ちました。ファールボール。セカンド牽制球です。タッチはセーフ。二塁はセーフ。内角高め、外れてボール。投げました。ストレートはボール。第6球を投げました。インコース引っ張った。ファールボール。第7球を投げました。打ちました。森余裕があります。掴みました。磯畑打球を確認して三塁へ向かう。バファローズなおもピンチが続きます。バッターは指名打者マルティネス。第9、1球目ストレート空振り。いきなり151キロ。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目、打ちました。第4球は打った。サードこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。東今日はまずまずの立ち上がりです。右の鈴木マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。1回の裏、バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターは福田。第9、投げました。初球空振り。初球空振りから第2球、打ちました。サード左横のゴロ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番紅林。第9、投げた。初球を打ちました。これはセカンド真正面、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番西川。第9、投げた。初球決まってストライク。第2球、投げた。打ちました。ファール。第3球を投げた。打った。投げた。打ちました。ファールボール。第5球、投げました。ボール。ファイターズここは引っ張りに警戒します。次は6球目、投げました。打った。レフトへのスライダー、掴んでこれで3アウトになります。続き無難な立ち上がりです。2回の表、ファイターズ攻撃に入ります。トップバッターはタミヤ。見送ってストライク。さあ次の投球、ボール。第3球は低めの球、空振り。次が4球目、投げました。打ちました。キャッチャー落下点に入りました。ファウルグラウンド、キャッチしています。右バッターボックスは6番郡司。第9、打った。初球ファールから投げました。高速スライダー、ボール。第3球を投げました。打ちました。さあ4球目、
打ちました。あっと引っ掛けた。ショート前方のフライになりました。取りました。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは7番清宮。背番号21清宮幸太郎。第9投げた。外れた。ボール。第2球投げた。ストレートはボール。第3球を投げた。直球見送ってストライク。第4球を投げた。打った。引っ張った。ライト線にボールが飛んでいきますがファール。投げた。高め。高速スライダー外れてボール。第6球を投げました。おっとデッドボール。これはデッドボール。背番号4上川畑大吾。第1球投げました。初球空振り。第2球投げました。インコース高めストライク。これで追い込みました。追い込んで投げました。見送ってボール。第4球を投げました。変化球はアウトローへ。ボール。第5球投げた。打ちました。フラフラッと上がった。取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナー清宮残塁に終わりました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者セデーニョ。第9投げた。打ちました。切れていきます。ファール。第2球投げた。外角低め見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた。ボール。次は4球目投げた。打った。レフトへの浅いフライになった。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは頓宮。第9初球スライダー空振り。1球目空振りから第2球打ちました。ショートバウンド一塁へ送る。水野うまくさばいています。これで2アウト。ランナーありません。バッターは6番森。第9投げました。低め際どいボール。第2球投げました。2球目空振り。タイミング合いません。第3球を投げました。打ちました。レフト落下点に入りました。取りました。これで3アウト。バファローズわずか3人で攻撃が終わりました。2回の裏が終わりまして0対0です。ファイターズこの回の攻撃はラストバッターは水野。投げました。ただのカーブボール。第2球まっすぐ空振り。第3球を投げました。高めの球空振り。追い込んでいます。第4球を投げた。打った。破った。水野ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。打ちました。バックネットの前でボールをつかみました。第9投げた。ボール。第2球水野走った。打ちました。ヒットエンドラン。打球はセカンドの左。アウト。バファローズ先制のピンチを迎えます。バッターは3番万波。大きな声援が届いています。第2球変化球ストライク。インローへ。これで追い込みました。第3球を投げた。外れた。ボール。第4球を投げた。ボール。投球これから5球目。見送ってボール。第6球を投げた。打ちました。これはファースト真正面。トングそのままベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。東ツーアウト2塁のピンチでしたがここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって0対0です。3回の裏バファローズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは宗。第9投げました。外角高め見送ってストライク。さあ次の投球内角低め外れてボール。投球はこれから3球目。打ちました。
左中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは8番若月。第9球投げました。決まった、ストライク。第2球投げました。インコース引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていきました。ファール。もう第4球は低め、ボール抜けました。さあ5球目引っ張った、スタンドに入りました。ファール。投球はこれから6球目、低めのボール引っ掛けた、内野ゴロ。郡司取った、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは9番太田。第9球投げました、合わせたバッティング、ファール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、外れた、ボール。投げた、打った、これは内野ゴロ。水野ボールを取る、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。続き下位打線を三者凡退、0点に抑えています。序盤終了しまして0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは DH のマルティネス。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球真ん中にストライク、これで追い込みました。第3球打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ。さらにライトを見上げた、ホームラン、先制ホームラン。白球は無情にもライトスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは5番タミヤ。第1打席はファールフライに倒れています。投げた、見送ってボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球は打ちました、ファールボール。さあ4球目打った、センターへのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番郡司。第1打席は内野フライに倒れています。投げた、打ちました。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、高速スライダー、ボール。さあ投球は5球目、ストレートはストライク。さあラストボール投げました、打った、ショート右の当たり、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番清宮。今日2度目のバッターボックス。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球打った、流し打ち、切れていきます、ファール。追い込んで第4球を見逃し三振。4回の表が終わって1対0、東とうとう打たれてしまいました。バファローズ、この回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの福田。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球スライダー、ボール。第3球はボール。投球これから4球目、空振り、少し意識しすぎたか。次は5球目スライダー、空振り三振、高めの変化球にやられました。バッターは2番紅林。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。さあ次の投球、アウトコースをつけた、アルボール。投球はこれから3球目、1つ外してボール。投げた、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番西川。第1打席はレフトフライに倒れています。ボール。投球これから2球目、打ちました、抜けた、
西川いいバッティングを見せました。バファローズようやく初ヒットが生まれました。バッターは DH のセデーニョ。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた、流し打ち、どうだ。清宮自らベースを踏んで3アウト。鈴木ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。5回の表ファイターズ攻撃に入ります。トップバッターは上川畑。第1打席はショートフライに倒れています。第2球投げた、ボール。投げた、打った、ショートの後方フラフラっと上がっている、ショート落下点、掴みました。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは9番水野。第9位見送ってボール。投球これから2球目、高速スライダー空振り。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ったいい当たりだ、破ってった。水野ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰って磯畑、今日はフォアボールとファールフライ。投げました、初球空振り。初球空振りから外、ツーシームは外れてボール。第3球を投げました、外れた、ボール。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。投げました、空振り。第5球投げた、ボール。さあ6球目投げた、打った、痛烈な当たり、取りました、中継。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。まずは1塁牽制、1塁タッチセーフ。投げた、インロー際どい球、ボール。投球これから2球目、打った、センター落下点に入りました。取ってアウト、3アウトチェンジ。ファイターズファーストランナー残塁。5回の表が終わって1対0です。5回の裏バファローズ攻撃に入ります。この回のトップバッターは頓宮。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、ボール。第3球は見送ってボール。第4球を投げた、打って出ます。水野掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。頓宮いい当たりでしたが、ショート正面でした。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには森。第1打席はレフトフライに倒れています。ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。1球目空振りから投げました、ボール。投球は3球目投げました、流し打ち。郡司ボールを掴んだ、一塁へ送る、一塁アウト。これはアウトです。バッターは7番宗。第1打席はレフトフライに倒れています。初球を打った、郡司取った、一塁送球、一塁はセーフ。記録はヒット、記録はヒットです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番若月。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9投げました、高速シンカーはストライク。一塁へ牽制球を送ります。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。鈴木かなりランナーの動きを警戒しています。第3球を投げました、3球目空振り。第4球は打った、第5球投げました、打ちました、レフトへのフライになった。掴んでこれで3アウトになります。バファローズファーストランナー残塁。前半が終わりまして1対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは万波。今日はライトフライとファーストゴロ。投球これから2球目、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、
万波、いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。バッターは指名打者マルティネス。第1球投げた、ツーシームはボール。第2球、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、痛烈、いった、いった、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、2打席連発、変化球を完璧に捉えられました。チームメートが迎えます。さあリプレイです。アズ降板、右の高島、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球投げた、初球はカットボール空振り。第2球投げた、ボール。5球は3球目投げました、インコースへ変化球、ボール。第4球を投げました、直球見送ってストライク。投球これから5球目打ちました、1、2塁間、太田ボールを取る、1塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには郡司、今日はショートフライとショートゴロ。初球ストライクから投げました、ボール。第3球は打った、フラフラッと上がった、若月落下点に入った、若月取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番清宮、今日はデッドボールと三振。第9投げました、初球打って出た、ワンバウンドヒット、打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、清宮ツーベース、ランナー1人を置いて迎えるバッターは上川畑、高め際どいボール。第2球ボール。第3球を投げました、打ちました、ファウルボール。第4球を投げた、空振り。次は5球目打ちました、フラフラッと上がった、高島余裕があります、取ってこれで3アウトチェンジ。6回の表が終わって3対0バファローズ、2点を奪われています。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番太田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。さあ次の投球、低め、スライダーは外れてボール。第3球を投げた、高速シンカーはボール。第4球を投げた、スライダー空振り、少し意識しすぎたか。次は5球目アウトコース、スローカーブ外れてボール。第6球を投げた、打ちました、レフト線ぐーっと打球が上がってきますが磯畑掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って福田、今日はサードゴロと三振。投げた、初球から打ってった、サード右横のフライになりました、サードを掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番紅林、今日はセカンドゴロとライトフライ、膝元外れてボール。第2球投げました、打った、ライト方向へ持っていきましたが取りました、これで3アウト。鈴木ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは水野、ストレートはボール。第2球投げました、ボール。第3球スライダー決まってストライク。第4球を投げました、チェンジアップはボール。第5球投げました、打った、強い当たり、破った、
水野ナイスバッティングです。打順は1番に帰って磯畑投げました。アウトローボール。投球これから2球目。2球目ストライク。投球はこれから3球目。あーっとショーフライになった。取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球打ち引っ張った、レフト方向へ持っていきましたが、レフト取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。万波中正、まずは一塁牽制、タッチセーフ。ボール。第2球投げた。ボール。投球はこれから3球目。ボール低め。さあ4球目ストライク。第5球投げた。ジャストミート。ピッチャー返し抜けた。万波いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球投げた。打ちました。ファール。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。内角球空振り。第5球投げました。ボール。第6球をランナー自動的にスタート。三振。満員の京セラドーム大阪、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、バファローズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西川。第1球投げました。ボール。ファイターズここは引っ張りに警戒します。第2球投げました。打った。これは平凡なレフトフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のセデーニョ。今日はレフトフライとファーストゴロ投げました。初球空振り。さあ次の投球、スライダーボール。第3球を投げました。空振り。バッター追い込まれました。次が4球目投げた。ボール。第5球投げた。打った。ファースト右への打球。清宮一塁キャンバス踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番トング。これが3度目のバッターボックス。インコース見送ってストライク。第2球投げた。インコース引っ張った。切れていきます。ファール。第3球を投げた。ボール。投げた。外れた。ボール。第5球投げました。見送ってボール。第6球を投げました。打ちました。これはライトフライになった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。バファローズクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。7回までが終了しまして3対0です。高島降板、右の吉田今日3番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。8回の表ファイターズ攻撃に入ります。この回のトップバッターはタミヤ。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。次は5球目。打った。流し打ち。サードから一塁送球。宗軽快にさばいてワンアウト。タミヤいい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番郡司。今日4度目のバッターボックス。投げた。初球高速スライダー空振り。第2球投げた。打ちました。宗掴んだ。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番清宮。第1球初球空振り。初球空振りから
投げた、ボール。投球はこれから3球目。打ちました。第4球を投げた、打った、引っ張った、ライト線に打球が飛んでいますがスタンドに入りました。ファール、ボール。第6球はスプリットはボール。投げた、流し打ち、どうだ。清宮追い込まれていますがファールで粘っています。投げました、打ちました。太田ボールを掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。吉田三者凡退、無得点に抑えています。8回の表が終わって3対0です。鈴木降板、左の川野、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。8回の裏、3点を追いかけます。バファローズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは森、今日はレフトフライとサードゴロ。第2球、カットボールはボール。投げました、打った、打球は三遊間へ、あっと抜けた。森、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。アウトコース低め、外れてボール。第2球、投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、直球ストライク、アウトローへ。一塁ランナー出た、これは引っ掛けた。ファースト左横のフライになりました。ファースト落下点に入りました。ファースト取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げました、外角、サークルチェンジ外れてボール。第2球投げた、アウトロー見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、打ちました、三塁線。いい当たりですが左に切れていきます、ボール。第6球を投げた、打ちました、いい当たり、1、2塁間の打球抜いていった。若月、いいバッティングを見せました。初安打。投げた、初球空振り。第2球見送ってボール。第3球を投げました、カットボールはボール。投げました、ストライク。投球これから5球目、ボール。第6球を投げました、打った、右中間へのフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げました、ボール。第2球、直球空振り。第3球を投げました、打った、い当たりだ、抜けた、センターバックホーム、二塁ランナーホームイン。バファローズようやく1点を返しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ、なんとか追い上げたい場面でバッター紅林、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた、外、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、外れた、ボール。投げた、ストレートはボール。第5球投げた、5球目空振り。第6球をランナー自動的にスタートし、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し。若月三塁回った、バファローズさらに1点を返しました。リプレイをご覧ください。さあ、第9投げた、初球引っ張った、ライト線にボールが飛んでいきますがヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、まずは同点、もう一人帰るか、西川タイムリーツーベース。これで今日は4打数の2安打、バファローズ見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。
バッターは指名打者セデーニョ。バファローズ一打勝ち越しの打ちました。初球打ち万波落下点に入った。掴んでこれで3アウトになります。先ほどのプレーです。8回までが終了しまして3対3。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは上川畑。初球空振り、1球目空振りから第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目。高めボール抜けました。第4球は打ちました。吉田取った。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは9番水野。今日は3安打猛打賞。第2球投げました。真ん中にストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。見送ってボール。第4球を投げました。ボール。次は5球目投げました。打ちました。いい当たり。レフト前ヒット、クリーンヒットです。水野ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。打順はトップに帰って磯畑。今日はここまで3打数ノーヒット。一塁タッチセーフ。第9投げた。初球外れてボール。第2球投げた。ストレート空振り。第3球を投げた。外れた。ボール。第4球を投げた。4球目空振り。バファローズ内野陣はゲッツー体制。さあ投球は5球目打ちました。ファールボール。第6球を投げた。打ったい当たりだ。ボールはライナーでセンターへ。センター下がった。ヒット。水野一気に三塁へ。磯畑ツーベースヒット。バファローズピンチを迎えます。さあリプレイです。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。バファローズここで前進守備を敷きます。第2球投げました。ストレートはボール。第3球を投げました。ボール。さあ4球目打ちました。スタンドに入りました。ファール。さあ5球目高めボール球打った。センターへの犠牲フライになるか。取りました。ホームはどうか。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。ストレートはボール。第2球投げました。2球目ストライク。投げました。ボール。第4球を投げました。ボール。アウトローへ。投球これから5球目変化球ストライク。外角高め。次の球がラストボール。打った。太田交代。取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。吉田やりました。川野降板。9回の裏バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターはトング。第2球打った。痛烈な当たり。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは森。今日はここまで3打数1安打。第2球投げた。打ちました。レフト方向へ持っていきましたが磯畑余裕があります。取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番宗。投げた。初球を打ちました。ショート右アウト。3アウトチェンジ。バファローズ結局三者凡退、無得点に終わっています。9回の裏が終わりまして3対3です。吉田降板。マウンドに上がったのは平野。今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた。決まってストライク。タイミング合いません。さあ次の投球投げた。ボール。
第3球を投げた、流し打ち、ファール。第4球を投げました、ボール。次が5球目、カーブはボール、インコースへ。さあ6球目、投げました、打った、抜けた、マルティネス、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは5番タミヤ、今日はここまで4打数ノーヒット。投げました、内角、直球は外れてボール。第3球、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第2球、投げました、見送ってボール。投球は3球目、ボール、投げました、まっすぐ空振り、タイミング合いません。次は5球目、引っ張った、レフト線に飛んでいますがファール。第6球を投げた、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、マルティネス二塁回った、郡司ツーベースヒットを放ちました。バファローズピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。さあこのゲーム最大の見せ場となりました。バファローズここで前進守備を敷きます。第2球、投げた、打ちました、一塁線フェアだ、二塁ランナーそのままホームへ向かった、ファイターズ2点入りました、5対3、清宮タイムリーツーベースヒット、バファローズなおもピンチが続きます。ファイターズやりました。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。左バッターボックスは8番上川畑、投げた、初球フォークボール空振り。第2球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、紅林落下点に入った、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、ボール、まずアウトコース低め。第2球、投げました、外れた、ボール。投げました、3球目空振り。第4球を投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第5球、投げました、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、水野ナイスバッティングです。先ほどツーベースを放っている磯畑、カットボールはボール。第2球、投げた、ストライク。第3球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、ファイターズリードを3点に広げます、6対3。先ほどのプレーです。右バッターボックスは2番松本、投げた、見送ってボール。投げた、打った、当たり損ねばショートゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。延長10回の表が終わって6対3、バファローズ3点をリードされています。杉浦降板、ここでマウンドに上がったのはマーフィー、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球、投げた、1球目ストレート空振り。投球これから2球目、打ちました、あっと取れない、若月いいバッティングを見せました。バッターは9番太田、これが4度目のバッターボックス、初球を打った、レフト落下点、レフト掴みました、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、ボール。第2球、直球ストライク、154キロのまっすぐ、
投球は3球目、投げました、打ちました、これはゲッツーコースか、二塁送る、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。ここは意地を見せてほしい。ボール。第2球投げました、ボール。一塁牽制、タッチはセーフ。第3球は空振り。第4球を投げました、外れた、ボール。さあ5球目打ちました、フラフラッと上がった、上川端余裕があります、セカンド掴みました、試合終了、バファローズ敗れました。この試合はファイターズが勝ちました。勝利投手杉浦、西武投手